アメリカの IT 大手 Yahoo はサイバー攻撃によって利用者の氏名など5億件以上の個人情報が盗まれていたことを明らかにしました Yahoo は22日、一昨年受けたサイバー攻撃によって利用者の個人情報が盗まれたとする声明を発表しました最近の内部調査で発覚したとしています盗まれた情報には利用者の氏名やメールアドレス、電話番号などが含まれ 少なくとも5億件に上りますヤフーは国家の支援を受けたハッカーによる犯行だと見ていて情報が流出した可能性のある利用者にパスワードの変更を呼びかけていますアメリカメディアは史上最悪規模の情報流出と報じています一方、日本のヤフーは違う会社でデータベースも異なることから現時点で顧客への影響は確認されていないとしています